あなたは何の前触れもなく突然の激しい発作に襲われたらどうしますか？2016年11月21日オーストラリアメルボルン近郊の町サンシャインウエスト。ここは町の人々の緊急連絡に対応するエマージェンシーコールセンター。お願いです、早く救急車を。急いで救急車を、娘が危険な状態なの。この日の夜、町の緊急オペレーターの元には矢継ぎ早に緊急搬送要請の電話が鳴り響き、まさにパニック状態に陥っていました。病院へ次々と搬送されてくる患者たち、主な症状は喘息や呼吸困難。ロビーも同様の症状を訴える患者であふれ、中には重度の症状で危険な状態の者もいました。おい、一体どうなってるんだ。一夜にして起こった謎の集団発作、その原因はなんと花粉だったのです。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おっそっす、ケンちゃんです。サングラスとマスクで花粉症対策をしているヤミコです。アニメアルゴメトリーは教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは命の危険を及ぼす死の花粉症について。命の危険？私は一年中くしゃみしてるような花粉症体質だから怖くなっちゃったじゃないの。もしかして私花粉症で亡くなっちゃうの？花粉症の人にとっては恐ろしい話ですよね。ただ実際に花粉症がある国の人々をパニックに陥らせていたんです。ではまず当時の様子を見ていきましょう。相次ぐ救急搬送。2016年11月21日オーストラリアメルボルン近郊の町サンシャインウエスト。オーストラリアの11月は初夏の季節で、この日の夕方は雷を伴う激しい風雨に見舞われていました。奥様しっかり、もう病院ですからね。その日ある女性が病院に緊急搬送されてきました。もともと喘息の持病がある彼女は意識不明の危険な状態。24時間後なんとか意識を取り戻した彼女に医師が問診すると、昨晩は息子を寝かしつけながらうたた寝をしてしまっていました。息子の泣き声で目が覚めた時、いつものように喘息の発作が出たので吸入器を当てたんです。どうして効かないの？いつもならこれで発作が収まるのに。おい、しっかりしろ、今救急車を呼ぶから。だんだん意識が遠のく妻の姿にただならぬ事態だと察し、夫は緊急ダイヤルに電話をかけようとしますが、何度かけても繋がりません。ちょっと大丈夫なの？救急車呼びたくても繋がらないって異常事態よ。まさにその通り、緊急ダイヤルの向こうではこの時とんでもない状態の最中だったんです。はい、こちら緊急センター。もしもし、どうされましたか？緊急センターは救急車の搬送要請が5時間にわたって鳴り止まない状態になっており、まさにパニック状態でした。それもそのはず、この日の緊急電話件数は平均的な1日の6倍にあたる1870件以上。しかも電話の多くが突然の呼吸困難や喘息を訴えるものでした。そして不思議なことに、喘息などの呼吸疾患にこれまでかかったことのない人も多くいました。集中治療室やロビーにも同様の症状を訴える患者が溢れ、病院はパンク寸前だったのです。しかし悲劇はそれにとどまりません。ママお願い、起きてよ。どうして？なんと9人が呼吸困難で死亡。一夜にして町中の人々を襲った謎の集団喘息、一体なぜこんな事態になってしまったのでしょうか。気の毒に、亡くなった方もいらっしゃるのね。もしかすると2020年に世界的パンデミックを起こした新型コロナみたいなものかしら。確かに呼吸器にダメージがあることは似ていますが、今回の喘息の原因はウイルスではありません。そしてこの集団喘息には以前から警鐘を鳴らしている人物がいたのです。集団喘息の原因、実はこの恐ろしい現象を以前から予測し警告している人物がいました。その人物は環境アレルギー専門のフィリップ・テイラー博士。テイラー博士がメルボルン大学の植物学部の研究員として勤務していたのは1989年。実はこの年もオーストラリアで200人以上の集団喘息があったのです。オーストラリアでは1987年に初めて集団喘息が起きており、2016年で3度目でした。しかも不思議なことに全て11月に起きていたのです。テイラー
ー博士は急いで患者たちのカルテを調べると、呼吸困難に陥った患者の 95% がある物質へのアレルギーを持っていることが判明しました。間違いない。彼らが喘息や呼吸困難を起こした原因はライングラスの花粉だ。ライングラスは道端や庭、公園などオーストラリアでは身近な場所に生えている多年草の植物です。そしてライングラスの開花はオーストラリアの初夏にあたる11月、日本でいう杉や稲のようにオーストラリアでは強い花粉症の元凶となりうる性質を持っています。やだ怖い。こんな危険な植物が庭や道端に生えてるなら用心のしようがないじゃない。でも杉や稲も別に毒を含んでいるわけではありませんよね。同じようにこのライグナスという植物も恐ろしい毒草というわけではないんです。しかしやはり花粉だけでそこまでの重症になるとは考えにくいのも事実。これはもっと多角的に研究するべき問題だな。そこでテイラー博士は植物学だけでなく医学や大気物理学、大気科学など多くの分野の専門家を集めチームで研究を開始します。すると驚愕の事実が判明しました。過去に起きた集団喘息、その日の天気は全て雷雨です。そう、過去の事例も含めオーストラリアの集団喘息は花粉の季節と雷雨という気象条件が重なっていました。テイラー博士らはこの条件が重なったことによって起こる現象を雷雨喘息と名付けたのです。花粉と雷雨？この2つが重なるとまずいってこと？そうなんです。では一体なぜ花粉の季節と雷雨が重なるとまずいのか詳しく見ていきましょう。本日のメトラキーワードは雷雨喘息について。雷雨喘息とは雷雨と花粉が組み合わさると危険な喘息が起こるという現象を指します。通常であればライグラスの花粉粒子は鼻腔に入り込んで花粉症を引き起こすものの、粒子が小さすぎて気管支までは入りません。しかし雷雨の際には大気中の花粉が急激に水分を吸収し膨張破裂して小さく割れます。割れて小さくなった花粉のかけらが鼻を通り抜け気管や肺の奥深くまで入り込んで付着するのです。花粉アレルギーを持つ場合、気管支が花粉に刺激されて腫れ上がり粘液で満たされることで呼吸困難を引き起こします。特に緊急電話が相次いだ日は大気中に飛散していたライグラスの花粉量が普段多いとされている量の2倍だったのです。ライングラスの性質と天気、そして異常なほどの飛散量という条件が揃っちゃったのね。これはなかなか予防するのが難しそうね。まさかその2つの条件が揃って死に至るなんて普通の人には考えつかないですからね。私もこのセクシーなボディとラムちゃんのコスプレが合わさったら雷雨ヤミ子としてみんなを悩殺しちゃうかも。要はそういうことでしょ。どういうことなのか僕にはちょっとわからないんですが、とにかく雷雨喘息は恐ろしいんですが、何もオーストラリア特有の現象というわけではないんです。ただある国はこの雷雨喘息を盾にいろいろなことを隠蔽しているという疑惑が上がっているんです。あら、一体何を隠蔽しようっていうのよ。雷雨喘息の影響。雷雨喘息は何もオーストラリア特有のものではありません。規模は違えど似たような現象は世界中で起こっています。2021年にはイタリアでオリーブの花粉が原因の雷雨喘息が発生。日本でも台風が発生しやすい秋には花粉症の外来患者が普段の2倍に増加するなど、梅雨の季節は花粉症が悪化しやすいことが分かっています。さらに直近では2023年9月に内モンゴル自治区で喘息患者が急増し死者が相次ぐという事態に陥っています。ただ内モンゴル自治区の雷雨喘息は本来ならかなり深刻な状況であるはずが、なぜか日本のメディアでは一切報道されていません。では内モンゴル自治区ではどのような雷雨喘息の状況になっていたのでしょうか。2023年9月6日、中国北部の内モンゴル自治区フフホト市。この日町の病院の呼吸器科はこれまでになく大混雑だった。先生、一昨日からずっと咳が止まらないんです。おい、いつまでここで待たせるんだ。息がしづらくて死にそうなんだよ。次から次へと咳や喘息の症状を訴える患者がやってくるため診察も追いつかない状態に。2日前フフホト市が激しい雷雨に見舞われたことから衛生健康委員会は次のように発表した。これは雷雨後に花粉濃度が急上昇して引き起こされた雷雨喘息の集団発病だと考えられます。しかしこれを聞いた人々の中からは本当に雷雨喘息なのかという声が上がっている。
というのも今回の集団喘息異常に深刻な事態が実は以前から始まりつつあったのだ。病院に喘息患者が駆け込んでくる約2週間前の8月26日、うちモンゴルのトラック運転手が2人相次いで死亡。そしてその死因は事故ではなく、以前から謎の奇病にかかっていたとの検視結果が出されている。そればかりか検視官はあることに気づいてしまった。このただれた皮膚は放射線被曝患者特有のものだぞ。え？放射線被曝？雷雨喘息と全然関係ないじゃない。そうなんです。このことから中国はひょっとすると雷雨喘息を隠れ蓑にとんでもないことを隠していると言われているんです。亡くなった2人が働いていたのは中国にあるオルドス鉱山。ここはもともと放棄されて廃鉱山となっていた石炭鉱山だったが、中国政府が買い取り採掘を始めていたんです。このオルドス鉱山では地上から渦を巻くように地下へ向かって掘り起こしていく露天掘りという手法で採掘が行われていました。生産性経済性に優れている一方で、騒音や粉塵の飛散といった公害問題を起こしやすく、劣悪な環境での労働が行われていることが多くあります。しかしこの鉱山にはとても危険な点がありました。実はこの鉱山には石炭とともに大量のウランが混在しているのです。ウランといえば核の原料にもなる非常に危険な物質。露天掘りを続けることで大気中にウランが拡散される危険性が高いのは一目瞭然です。もし2人の死に関係性があるとしたら、彼らは鉱山で被爆したことになるでしょう。そればかりか、うちモンゴルを中心に中国で喘息騒ぎが起こったタイミングは中国が当鉱山を買い取り採掘を始めた時期と一致しています。あくまでネット上で交わされる憶測に過ぎないのですが、うちモンゴルの喘息騒ぎは本当はオルドス炭鉱で起きた放射能漏れのせいじゃないか。つまり空気中に広がった放射能を吸い込んだせい。もしそれが事実だとすれば、集団喘息の患者も放射線による被爆者である可能性が考えられます。中国政府が真実を隠蔽するために表向きには雷雨喘息と報道しているということになるな。そんな噂がささやかれているのです。とはいえ病院や中国から正式な見解の発表がないため、憶測の息を出ないままです。ただこれが事実だったとしたら、公表はするなという強い圧力がかかった可能性が高いでしょう。ちょっと待って、もし本当だったらコロナ騒動以上に深刻な事態じゃない？そうなんです。ネットの噂はどんどん大きくなって、それに比例するかのように真実味も増してくるんです。中国の放射線問題。オルドス鉱山で働いていた2人の患者に被爆症状があったことと、中国で喘息患者が大量発生していることは事実です。しかし鉱山との因果関係は正式な発表がなく、噂の息は出ないまま。ただ上海在住の男性ネットユーザーによる投稿が物議を醸しました。ある日彼は家庭用の放射線量測定器を使い、自身の家で測定を行ってみたんです。するとその放射線量は最高で 9.7 マイクロシーベルトを記録。この数字は東日本大震災の半年後に福島で記録した 3.0 マイクロシーベルトよりもはるかに高い値です。なんでこんなに高い値が出るんだよ。そして調べていくと、中国の建材には基準値を超える放射性物質が含まれているという事実が判明しました。まさか自分の家で放射線量が爆発しているとは思わなかったよ。なんだか頭が痛くなってきた。その後噂では中国北京でも目の腫れや咳など体調不良者が相次いでいるといいます。しかし2023年9月4日の人民日報では、中国ではまたもや雷雨喘息として報道されました。ただ雷雨喘息の特徴を説明するばかりで、患者の症状や診断結果、発症までのメカニズムは伏せられたままです。ちなみに今中国では家庭用の放射線量測定器が飛ぶように売れているんですが、それは福島の原発事故で発生した汚染水が海に放出されたことを懸念した方々が多いからなんです。しかし日本の水産品から放射線が検出されることは特にありませんでした。まさかその測定器で中国国内の放射性物質が見つかるとは思ってなかったでしょうね。それにしても何でもかんでも雷雨喘息のせいにしすぎじゃない？一方で中国のニュース以上に信憑性があるとも言われているネットユーザーの情報は続々と更新されています。炭鉱の外に貯蔵された石炭が日の光を浴びて水蒸気とともに飛散した。もう国境を越えてるんじゃないか。ウランの混ざった石炭は採掘された後すでに貨物駅や発電所に運ばれているってよ。喘息患者が急増した理由や患者が放射線障害である可能性を裏付けるもの、さらに今後の危機的状況を予測する内容の発信が増えました。
しかしこれらは日本では一切報道されず、あくまでネットでの情報や憶測。とはいえ中国からの輸入品の原料として、また工場などの煙に乗って放射線物質が日本に流れ込んでくる可能性もゼロではないでしょう。もしあなたがこの春原因不明の咳や呼吸のしづらさを感じているなら、それは雷雨喘息のせいかもしれません。ただもしかしたら中国から来た物質が原因の可能性もあるのです。